女物の革草履履物店での陳列草履は、花を有する日本の伝統的な履物。明治以降に洋物が普及するまで日本で広く使用された。現代では、大量生産されたビニール素材の形相草履や、形相履が普及しており、夏場の履物としてカジュアルな洋装と組み合わせてよく履かれている。本式の草履は、 現代日本においては主には掃除に履く。下駄よりも格式があり、改まった履物とされる。草履の種類はいくつかあるが、現代では、革草履が主流で、男性用、女性用ともかは、布、ビニールなどで覆われた小判型の靴底に、同種の表をつけ、鼻を据える。靴底の素材は良質の古力性であったが、安価なウレタンにとって変わられた。 清掃で用いられるような高級品は底を重ねて厚みを持たせてあり、何枚草履などと呼んだ。これは元来は畳表を重ねて厚さを出していたことに由来し、4枚草履や5枚草履など重ねた枚数が多いほど高級で清掃用とされたことによる。地面と接する底裏の部分は、硬質のウレタンゴムが貼られる。畳表の草履は、 現代では、歌舞伎などの舞台用が、ごく一部の男性用として見かける程度である。わらぞうりわらぞうり作り。大正時代男性用で、厚みのない台の裏に、牛革や、ウレタンゴムを貼り、花を据えた四角いぞうりをせったという。また、ぞうりに似た形状で、布やわらを素材とし、後部に足首に固定するための結び紐をつけた、履物は、わらじと呼び、 古くは労働などの日常作業用の履物として普及した。最近では使い古した布地を再利用するため、また室内で花を付けの履物を取り入れるためスリッパに変わる存在として手作りの布造りを製作する人が増えている。あくまで室内履きであるが、花をの紅葉として注目されつつある。着用の様子最近では花を付けの履物が 足の鍛錬に効果があるという意見から子供に下駄や草履を履かせることが注目されている。鼻を挟み台を踏ん張るため足の筋肉が鍛えられ足裏の土踏まずの形成や外反母趾の予防にも良いとされる。裸足教育として幼稚園、保育園、小学校などの施設で指定の履物にするところもある。学校のお乳用では 奈良県の三里町で生産される製品、健康草履、三里っ子や高知県で生産される、畜肥草履がある。基本的にスワッシュで履くことが多く、足が蒸れないという公用もある。裸足教育で取り入れる場合は必ずスワッシュで履くよう、取り組んでいる。また、靴底の厚い高いスニーカーなどは草履に比べ履いた、時の安定性が、悪く。 さらにそこが不均一に摩耗した場合、より傾き X 脚や O 脚歯の字や V の字歩きを誘発したり、悪循環を助長すると考えられ、草履はスニーカーなど靴の偏見進化した履物と比較して足腰の安定、強化や美脚に良い。また、転びやすい、長時間起立できない、歩行で疲れるといった子供が昔と比べ増えているが、 草履などは靴、スニーカーなどと違い足を包み込まず開放的で足、そのものが幅広く成長し、広い足の裏の面積でより安定した支えをするため、この点でも健康に良い履物と言える。草履は靴と違い、足を包み込まないため、足の各汗が乾燥しやすい。それで、足白線になりにくく、足の匂いも少なくなる。 実際日本人が草履を履いていた時代には、足白線の報告は、ほとんどない。一方、全くの裸足で生活する人が多く、産業や医療が未発達なケニアでは、足の傷からの感染症を予防するために、日本人栄養学者の岸田下佐が、現地の材料で手作りできる草履の製法を導入し、好評を呼んでいる。 衣装分類定義カード特許庁、今倉明、靴が人を不健康にする、株式会社希望2019年 ISBN9 兆7849億900万1030、円座路村のかまど、日本迷信調査会、なぜ秋、ナスを嫁に食わせてはいけないのか迷信を科学する。 不創者文庫2010年 ISBN9 兆7845億9406万1128ことばんくジョとは2021年1月24日閲覧ありがとうございます